少し伸びに不安がありますが、今日はこの松岡に食い下がって地元バンクで逆転を狙いたいところです。同じく6番徳島の藤原義弘は追走、昨日は裾伸びて2着の成績です。7番手には4番車佐賀の93回生古川隆之です。古川も予選バックからバクっての勝ち星、準決勝は3着に粘っております。後ろは9番の大谷健二、今日はこの古川を目標に不利な展開なら自力の勝負もありそうです。5番車の斉藤俊春がここ大山加瀬の競争。さあ松岡の横に止まった4番車の古川が少し松岡にプレッシャーをかけるような感じです。2番車の奈良原雄介ももちろん先行はできますが、得意はまくり足ですが、さあ4番車の古川隆之がまだ中段に横にいます。松岡も引き合いを見せませんが、ここで抑えてきました。4番車古川隆之、9番大谷健二、5番の斉藤俊春です。すかさず3番車の松岡敦也が中段まで上昇、2番の奈良原雄介と中段の位置絡んできますが、さあここで力で巻き返していきますか。1番の浜口が少し踏み狂っていますが、ここはマーク奪っていきますか。どうやら追走の格好となったか。先頭3番松岡、マークも地元の1番浜口健二がどうやら追走の形となった。そして9番車の大谷健二がスイッチの3番手、3番1番9番5番の体勢直線向かっていきます。先頭3番の松岡詰める、1番の浜口健二とは変わらないか。3番の松岡完全優勝だ。3番1番9番です。